ジャニーズ事務所の危機と CM 会への影響。不敗運動、スポンサーやテレビ東京との対応に注目。ジャニーズの今後、CM 会の動向も要チェック。ジャニーズ事務所をめぐる騒動が広がっている。 ジャニー北川氏の性加害問題にし、テレビ東京の石川一郎社長の発言、ジャニーズ事務所の謝罪動画、そしてスポンサー企業とのやりとりが、ジャニーズタレントをめぐる CM 会に影を落としている。果たして、ジャニーズ事務所はこれをどう受け止め、CM 会での影響はどれほどのものなのか。本校では、 これらの出来事を踏まえながら、ジャニーズ事務所と CM 会のこれからに迫る。1、ジャニーズ事務所の対応とテレビ東京の立場。ジャニーズ事務所の藤島樹林恵子社長が、ジャニー北川氏の性加害問題に関して知らなかった、と主張する一方で、テレビ東京の石川社長は、性加害は許されないが、タレントに罪はない。彼らは被害者かもしれない。 とコメントしている。石川社長は、スポンサーからの撤退はないと強調し、ネット上では彼の姿勢に対して賛否が分かれている。一方で、ジュリー氏が代表取締役を務める、株式会社時代の時代国分大地が、テレビ東京の番組審議会に委員として参加しているという指摘もあり、公正な審議ができるのかに疑問の声も上がっている。 これにより、ジャニーズ事務所とテレビ東京の関係にも不透明な部分が見受けられる。2、スポンサー企業とのやり取り。週刊、文春がスポンサー企業110社に対してジュリー氏の対応についての質問を行った。結果一部企業はジャニーズ事務所の対応は不足しているとの見解を示している。これに対して、 他の企業は回答を避ける姿勢を見せており、スポンサー企業の中でも一致した意見が得られていない。SNS 上では、ジャニーズタレントを起用している企業一覧が拡散され、不買運動を呼びかける声と、購買を促すファンとの対立が広がっている。特に、一部企業がジャニーズ事務所の対応を不足とみなしていることが、不買運動の勢いを後押ししている。3 池田も反動のジャニーズ斬りとその影響。ジャニーズ事務所を約13年にわたり支えてきた企業、池田も反動が新たにスターダストプロモーションの俳優中川大志を CM キャラクターに起用すると発表。これにより、約13年にわたるジャニーズタレントの CM 起用が一旦終了する形となった。これに対してネット上では、A 段、 と指示する声も上がっており、今後他の企業がこれに続く可能性も取り沙汰されている。ジャニーズ事務所の対応を見極めつつ、他の企業もどのような立場を取るのかが注目されている。ジャニーズ事務所をめぐる騒動は CM 会にも大きな影響を与えている。 テレビ東京とスポンサー企業とのやり取り、不買運動の広がり、そしてジャニーズタレントの CM 起用に関する池田も反動の一刻当時。これらの出来事を踏まえると、ジャニーズ事務所はこれからどのような対応を見せるのかが重要であり、CM 界においてどれほどの影響が広がるかも見極める必要がある。 ジャニーズ事務所にとってこれまでの13年間は多くの企業との共同作業やファンとの結びつきが築かれてきた。しかし今回の騒動を通じてその結びつきが揺らぐ可能性も否めない。ジャニーズ事務所と CM 会、そしてファンとの調和を保つためには透明性と誠実な対応が求められるだろう。今後の展開がますます注目される。今後の展